皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのりょうです。プレーンのヨーグルトを買ってきて食べてみるも味気ない、ちょっと甘味が欲しいなとなって棚を覗くと蜂蜜が。蜂蜜は体にいいって聞くし、かけてもいいよねと手を伸ばす。ちょっと待ってください、本当に蜂蜜は体にいいのでしょうか？砂糖と蜂蜜は一体何が違うのでしょうか？皆さんは蜂蜜について何も知らないけれど、なんとなく体にいいと聞いたことがあるからといって蜂蜜を食べていませんでしょうか？確かに蜂蜜は古くから人々の生活に潤いを与えてきました。甘味料として使用する以外にもメリットが多く、近年その効能が再注目されています。抗生剤や市販薬よりも風邪に効く、花粉症に効くという研究結果もあり、上飲している方もいると思います。ですがしっかりとそのメリットデメリットを理解した上で使用しないと、むしろ健康にとってマイナスになってしまうかもしれません。今日の動画で蜂蜜について一緒に勉強し、うまく日々の生活に取り入れていきましょう。また多くの蜂蜜が販売されている中でも、蜂蜜の王様との異名を持つマヌカハニーは特別な存在です。そんなマヌカハニーについても本日詳しく解説させていただきますので、ぜひぜひ最後まで楽しんでみていってください。本日紹介する内容は以下の3つです。第1章、蜂蜜のメリットデメリット。第2章、特別な蜂蜜マヌカハニーについて。第3章、マヌカハニーの副作用。どれもとても面白い内容になっています。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、蜂蜜のメリットデメリット。皆さんは蜂蜜と普通の砂糖の違いを説明できますでしょうか？自然の糖質には大きく分けて、小麦などのでんぷんから取れるグルコース、ブドウ糖と、フルーツや蜂蜜に含まれているフルクトースがあります。グルコースは体内の全ての細胞で処理されます。そのため食べるとすぐに全身をめぐって血糖値を上げてしまいます。これが普通の白砂糖です。それに対してフルクトースは肝臓で代謝されるため、すぐには血糖値やインスリン値に影響が出ません。自然由来の糖質の中でこのフルクトースが最も GI 値が低い、つまり血糖値が急上昇しにくいんです。このフルクトースを含んでいるからこそ、血糖値を上げない糖質として蜂蜜が注目を浴びているというわけです。ところが肝臓で代謝されるフルクトースは、消費しても糖質を細胞に取り込ませるインスリンや脂肪細胞から分泌されて食欲を抑えるレプチンという重要な2つのホルモンを作るきっかけにはなりません。つまり蜂蜜は普通の糖質よりもたくさん食べることができてしまい、むしろ肥満につながってしまう可能性があるんです。これから蜂蜜の健康上のメリットを多数述べていきますが、だからといってたくさん食べたらむしろ健康を害してしまうんだということをしっかりと押さえておいてください。その他、蜂蜜のメリットとしては、蜂蜜や花粉に含まれている細菌に対して免疫がつき、花粉症が治癒する、プレバイオティクスの供給源となり腸内環境が改善する、また抗酸化物質や多種のビタミン・ミネラルを含んでおり、優れた栄養源にもなります。このように多数のメリットが存在するので、健康意識が高い人の間で砂糖から蜂蜜へと糖質の置き換えが流行っているんです。ただ売られている蜂蜜が全て蒸気のようなメリットを兼ね備えているかというと、そうではありません。後ほど説明しますが、蜂蜜のほとんどは加工処理されており、花粉が取り除かれていたり、栄養素が削ぎ落とされたりしています。つまり精製された糖になってしまっていて、蜂蜜の優れた効果が得られないものになってしまっているんです。蜂蜜を選ぶときには、そういった加工がされていない生蜂蜜を選ぶようにしましょう。特におすすめなのが地元で採れた生蜂蜜です。地元で採れた蜂蜜にはその地域のアレルゲンに対する免疫防御を確立するのを助ける働きがあります。花粉症やアレルギーで苦しんでいる方はぜひとも試してみてください。さて、蜂蜜のメリットについて説明してきましたので、続いて蜂蜜の選び方について詳しく見ていきましょう。蜂蜜は蜂が蜜を集める樹木や花の名前がついています。
例えばアカシアハニーはニセアカシアという樹木の花から摂取できる蜂蜜なのでアカシアハニーと呼ばれています。マヌカハニーはマヌカという日本人にはあまり聞きなじみのない樹木の花から取れる蜂蜜のことです。蜂蜜にいろんな名前があるのはブランド名ではなく、このような採取先の違いによるものなんです。つまり一口に蜂蜜といっても名前が違えば採取先が違い、その成分もやや変わってしまうんです。ですから蜂蜜を買うときはラベルをよく見て、その蜂蜜があなたが探している種類の蜂蜜かチェックする必要があります。合わせて製造者や生産国などもチェックするといいでしょう。また蜂蜜には主に以下の3つの種類が存在します。純粋蜂蜜、果糖蜂蜜、精製蜂蜜。このチャンネルの視聴者の方には言うまでもありませんが、果糖蜂蜜や精製蜂蜜は健康にいいとは言えません。果糖蜂蜜は販売コストを抑えるために水飴、果糖、諸糖などを足した加工品であり、純粋な蜂蜜と比べると栄養価が劣ります。精製蜂蜜は精製された炭水化物が体に良くないのと同様、ミネラルやビタミンなどの栄養素を蜂蜜から取り除いたものであり、癖やえぐみがなく料理には使いやすいかもしれませんが、健康効果は期待できません。ということで選ぶなら純粋蜂蜜がおすすめなのですが、この純粋蜂蜜にも罠があります。それは成分自体に加工がされているかもしれないということです。特に中国産の一部に見られる驚くほど安価な純粋蜂蜜には要注意ですので、お買い得と思わず安すぎるものには手を出さないようにしましょう。さらに純粋蜂蜜の中でも先ほど説明した生蜂蜜はより栄養素や抗酸化物質が豊富に含まれているとされています。本来蜂蜜は加工処理やろ過処理を行いますが、その過程で蜂蜜本来の効果や成分が失われてしまうと言われています。生蜂蜜はそういった処理を行わず、自然のままの完熟された蜂蜜なんです。つまり生蜂蜜には本来の蜂蜜の成分がそのまま残っていると考えられ、より高い効果を得ることができるとされているんです。もちろん加熱処理された純粋蜂蜜では全く効果が得られないというわけではありません。ですが、より高い効果を狙いたい場合は生蜂蜜を選択肢に入れておくといいでしょう。さて、ということで、ある程度お値段がする純粋蜂蜜や生蜂蜜の中から、あなたにとってベストな蜂蜜を選ぶわけですが、アカシアがいいのか、それともマヌカがいいのか、選択肢が多い分悩んでしまいますよね。自分の体質に合う、使っても苦にならない味のものを選べばいいと思いますが、自分じゃ決めることができないという方もいると思いますので、ここでは私の独断と偏見でおすすめの蜂蜜を選ばせていただきます。それが近年注目を浴びているマヌカハニーです。マヌカハニーの蜜源であるマヌカの木はニュージーランドにしか自生していません。その上、花を咲かせる期間がかなり短く、年間でマヌカハニーを取れる期間も非常に短いのです。これらのことからわかるように、マヌカハニーはとても希少価値が高く、量産するのはとても難しい蜂蜜だと言えます。スーパーでマヌカハニーを見かけた時、高いと思った方もいるはずです。それはこのように生産量が少ないというところに原因があるんです。ただ生産量が少ないから高いからというだけではわざわざ買って使う必要はありませんよね。それでもマヌカハニーは多くの人に愛され利用されています。マヌカの木から取ることができる蜂蜜、マヌカハニーと私たちが普段何気なく使用している蜂蜜は一体何が違うのでしょうか。その違いについて見ていきましょう。マヌカハニーと一般の蜂蜜は大きく2つの違いが存在します。まず1つ目は殺菌作用の強さです。一般の蜂蜜には高い殺菌消毒作用があるグルコン酸という成分が含まれています。グルコン酸は善玉菌の一つでもあり、ビフィズス菌を増やす働きのある唯一の有機酸とも言われています。さらに蜂蜜は含まれているグルコースオキシダーゼという酵素により、過酸化水素、つまりオキシドールを発生させる力を持っています。オキシドールといえば、消毒剤としてよくドラッグストアなどで見かけるのではないでしょうか。この効果により、外傷の消毒薬としても昔から蜂蜜は利用されてきました。ただし残念ながら蜂蜜は体内の殺菌には向きませんし、現在販売されているものをそのまま消毒薬として使用することはできません。
なぜなら先ほど説明したように一般的に販売されている蜂蜜の多くは出荷前に加熱処理がされているからです。この加熱処理によって酵素が失活してしまい、過酸化水素などの殺菌成分の効果は期待できなくなってしまっているんです。つまり出荷の時点で殺菌作用がなくなっているということです。また仮に加熱処理されていない蜂蜜であっても唾液や血液によって分解されてしまう非常に弱い成分のため、体内での消毒作用はほとんどないと言っていいでしょう。しかしマヌカハニーには蜂蜜特有の殺菌成分に加えてメチルグリオキサールという殺菌消毒作用のある成分が含まれています。メチルグリオキサールの特定の細菌を殺菌する能力は一般の蜂蜜に含まれている過酸化水素と比べるとおよそ2倍にも上るという研究があります。またメチルグリオキサールは熱や光に強いため、体内に入っても殺菌消毒作用が失われません。そのため体内の病原菌や悪玉菌の抑制除去が期待できると考えられています。この点においてマヌカハニーと一般の蜂蜜は大きく違うんです。2つ目は味です。マヌカハニーを食べたことがある方はご存知だと思いますが、マヌカハニーは一般の蜂蜜とは全く味が異なります。少し癖が強く薬のような味がすると感じた人も多いのではないでしょうか。また少し舌がピリピリすると感じた人もいるかもしれません。実はこの舌がピリピリするというのは UMF と MGO という成分の数値が高いからなんです。マヌカハニーのラベルに UMF13 プラスや MGO400 プラスと記載されているのを見たことがありますか？この UMF と MGO はマヌカハニーだけが持っている特有の成分を表した数値なんです。では一体 UMF と MGO とは何のことなのでしょうか？UMF はユニークマヌカファクターの略称であり、厳しい検査をクリアしたものにのみこの認証マークが与えられます。5プラスとか25プラスのように表記されますが、これは一般的によく使われている消毒液フェノール液と比較することでその抗菌力を表したものです。例えば UMF50 プラスとあればおよそ 50% のフェノール消毒液と同等の殺菌力があるということを示しています。一方 MGO はメチルグリオキサールの略称であり、 1kg あたりに含まれているメチルグリオキサールの量を表しています。化学用語が出てくると難しいと感じる人がいるかもしれませんが、簡単に言ってしまえば UMF と MGO の数値が高いほど含有量が上がり、殺菌・抗菌作用が強くなるということです。ですから UMF や MGO の値が高いものを選べばいいということになります。ただそうは言ってもやはりこの殺菌効果の程度は値段にも反映されています。ですから数値が高いものはそれだけお値段も高くなるんです。お財布と相談しながらにはなりますが、なるべく値が高いものを選ぶといいと言われています。多くの書籍で UMF10 以上 MGO263 以上でないと効果が現れないと言われていますし、私自身の経験としても UMF5 や MGO が100に満たないようなものにはあまり効果を実感できませんでした。また UMF 数値はニュージーランド政府認定の UMF 協会によってライセンスを授与された商品にのみ与えられているため、より信頼度が高いと言えます。いろいろと悩むのが面倒だという人は UMF10 以上のものを購入するようにするといいでしょう。 UMF20 や30のものもありますが、毎日使うには強すぎるという人もいますので、 UMF10 から20くらいがお財布的にも健康的にもおすすめできます。これ以上数値が低いものは抗菌殺菌作用がないに等しいと言えますので、数値が低いマヌカハニーを購入することはおすすめしません。むしろマヌカハニーブランドのせいで割高の買い物となってしまいます。金額的に厳しいという方は安めのマヌカハニーを選ぶのではなく、他の蜂蜜、特に地元産の生蜂蜜を選ぶといいでしょう。さてこのあたりで第一章をまとめておきます。ポイント1、蜂蜜の中でも加熱処理のされていない純粋生蜂蜜が蜂蜜本来の成分を備えているため健康効果が高いとされている。ポイント2、マヌカハニーと一般の蜂蜜の大きな違いはメチルグリオキサールが含まれているかどうかである。ポイント3、マヌカハニーは希少価値が高く偽物も売られているので、購入する際には UMF と MGO の数値を確認することが大切である。
第2章マヌカハニーの効能。マヌカハニーには非常に高い抗菌作用や胃と腸の細菌バランスを整え胃酸の逆流を改善する作用など様々な効能があることが医学調査で明らかになっています。さらには過酸化水素を産生、それにより腸内の悪玉菌には住みにくい環境を作り出し腸内環境を改善する効果もあります。一体マヌカハニーにはどれほど素晴らしい効能があるんでしょうか。第1章でもマヌカハニーの効能について少し触れましたが、第2章ではもっと詳しく大きく分けて5つの効能について説明していきたいと思います。まず1つ目は第1章でも説明しました抗菌殺菌作用が高いということです。このことは日本を含め世界各国様々な研究で証明されています。これはマヌカハニーにしか含まれていない成分であるメチルグリオキサールが傷を治すのに有効だからです。もともと蜂蜜には強い殺菌効果があると言われています。例えば蜂蜜の賞味期限はおよそ2年以上もあります。通常の食べ物であれば常温で1年以上置いていたらカビが生え腐ってしまいますよね。ですが蜂蜜はそうはなりません。その秘密は高い糖度と蜂蜜の中に含まれている殺菌成分にあります。糖度が高いと細菌の水分を減少させ、結果カビなどの雑菌の繁殖を抑えてくれます。その上で殺菌抗菌作用があるため長持ちするんです。普通の蜂蜜ですらそんな抗菌殺菌作用があるのですから、メチルグリオキサールを含んでいるマヌカハニーは言わずもがなです。抗生物質が効きにくい慢性早症にも効果があると言われており、海外では医療用のマヌカハニーも売られているくらい、その殺菌抗菌効果は注目期待されています。2つ目は炎症を抑える効果です。全身の慢性炎症が現代病の原因だと言われていますが、そんな炎症にもマヌカハニーは効果を発揮します。さらにマヌカハニーは口や鼻から入ってくるウイルスを殺菌してくれる強力な抗ウイルス効果があります。またありがたいことにマヌカハニーは通常の蜂蜜と違い熱に強いという利点もあります。風邪をひいた時は温かい生姜紅茶に蜂蜜を混ぜて飲みたいなんて方もいると思いますが、蜂蜜は熱しても栄養素や殺菌効果がなくならないため、温かい飲み物や料理に使っても同じ恩恵を受けることができるんです。特に喉の痛みがある場合はマヌカハニーやその成分の入った喉飴を舐めると痛みを緩和してくれます。よく歌手の方がマヌカハニーを愛用していますが、それは喉の炎症を抑え痛みを緩和する効果があるからです。医学部時代にお世話になった教授もマヌカハニーを愛飲していました。それぐらい多くの人に利用されているんです。最近ではドラッグストアやスーパーでマヌカハニー入りの喉飴を見かけることが多くなりました。含有量が少ないのがたまに傷ですが、気軽にマヌカハニーを試すことができる商品ですので、風邪の時にはマヌカハニーのど飴を試してみてください。3つ目はピロリ菌、大腸菌を殺菌してくれる効果です。ピロリ菌は胃の表層を覆う粘液の中に住み着く菌で、感染したまま放置しておくと慢性胃炎、胃十二指腸潰瘍、胃がんなど重篤な病気が引き起こされることもあります。50代以上の8割以上の人が感染していると言われているピロリ菌、非常に強い菌で強力な胃酸にも負けません。この菌を除去するには1、2週間の薬物治療をする必要があります。ただ近年の研究ではこのピロリ菌にマヌカハニーの殺菌成分メチルグリオキサールが有効だということが明らかになりました。さらに同様にマヌカハニーに含まれているシリング酸メチルという抗炎症作用もピロリ菌が生成する活性酸素を除去してくれる働きがあると言われています。ピロリ菌の検査には医療機関を受診していただく必要がありますが、医学的な治療と併用しながらも日常生活の中でこのマヌカハニーを摂取することでより効果的にピロリ菌の活動を抑制することが期待されています。4つ目、強い整腸作用。マヌカハニーに含まれる成分メチルグリオキサールはなんと腸内細菌を見定め、善玉菌を殺さず悪玉菌だけを殺菌することができる唯一の成分だと言われています。そのため大腸菌やサルモネラ菌といった食中毒などの原因にもなる悪さをする菌を抑制し腸を整えてくれるほか、下痢や便秘などの改善も期待できます。
もともと蜂蜜にはプレバイオティクスが豊富で善玉菌を増やす効果もあるため、まさに腸内環境改善の秘密兵器と言えるかもしれません。5つ目、虫歯予防効果。マヌカハニーのみならず、蜂蜜は虫歯予防に効果的だと言われています。甘い糖分である蜂蜜が虫歯予防に効果的だなんて意外だと思われるかもしれませんが、虫歯菌が好むのはそもそも白砂糖や諸糖なんです。マヌカハニーの主成分は果糖ですので、虫歯菌が活動することはありません。そのため、甘味料に蜂蜜を使うことで虫歯になりにくくなるんです。マヌカハニーを歯茎に直接塗り込むと、歯周病や歯肉炎の予防にもなります。強い殺菌作用が口腔内の有害な細菌を抑制してくれるため、虫歯や歯垢を防いでくれます。さらに、口内炎の緩和にも作用すると言われています。マヌカハニーはもちろん通常の蜂蜜でも効果があるため、蜂蜜を溶かしたお湯で口の中をゆすぐという口腔ケアの方法もあるんです。口臭が気になる方や虫歯になりやすいという方はぜひ試してみてください。さて、以上5つのメリットについて説明してきました。このあたりで第2章についてまとめておきましょう。ポイント1、マヌカハニーは抗菌消毒作用が高く、抗生物質が効きにくい慢性瘡症にも効果がある。ポイント2、日常生活でマヌカハニーを摂取することにより効果的にピロリ菌の活動を抑制することが期待されている。ポイント3、その他腸内環境を改善したり虫歯や口内炎にも効果があるとされている。第3章、マヌカハニーの副作用。マヌカハニーは自然食品なので基本的には副作用はありません。ただし強い抗菌殺菌作用があるため、胃が弱い人は胃に違和感を感じたり、肌が弱い人は肌がヒリヒリしたりすることがあります。まずは少しずつ摂取し、自分に合っているのか確認しましょう。また最初に説明したように大量に摂取することはお勧めできません。効果を急ぐ気持ちはわかりますが、少しずつ摂取するようにしましょう。特にマヌカハニーは高額ですので、ガバガバ使っていてはお金も飛んでいってしまいます。毎日マヌカハニーを飲み続けると、むしろ体内で炎症を起こしてしまい逆効果になる恐れがあると語る医師もいます。数日に1回ティースプーン1杯のマヌカハニーを舐める。体調が悪い時に風邪薬の代わりにマヌカハニーを舐める。それだけで十分ですので、使いすぎには注意しましょう。また一般の蜂蜜と同じで、1歳未満の乳児には絶対食べさせないでください。当然赤ちゃんも食べることができません。蜂蜜や蜂蜜入り飲料、お菓子などの食品も食べさせないでください。これは蜂蜜にボツリヌス菌が混入していることがあるからです。ボツリヌス菌は土壌中などに広く存在している細菌で、耐熱性は120度4分とされており、通常の加熱や調理では死にません。ボツリヌス菌が食品などを介して口から体内に入ると、大人の腸内ではボツリヌス菌が他の腸内細菌との競争に負けてしまうため、通常何も起こりません。しかし1歳未満の乳児がボツリヌス菌を摂取してしまうと大変危険です。なぜなら1歳未満の乳児はまだ腸内環境が整っておらず、ボツリヌス菌が腸内で増えて毒素を出すため、便秘、哺乳力の低下、元気の消失、泣き声の変化、首の座りが悪くなるといった症状を引き起こすことがあるんです。ほとんどの場合、適切な治療により治癒しますが、稀に亡くなってしまうこともあります。それに加え、小さい子供は抗菌殺菌作用が強いマヌカハニーを胃でうまく消化することができません。マヌカハニーの場合は製品によっては、5歳未満のお子様には食べさせないでくださいや、12歳未満のお子様には食べさせないでくださいといった表記があることがあります。その場合はその表記に従うようにしてください。基本的には5歳以上になると消化器官も発達してきますので、マヌカハニーを食べても大丈夫です。天然成分で添加物が含まれていませんので、体に悪影響を与えることはありません。またこれまでのボツリヌス症の話を聞くと、妊婦さんはマヌカハニーを避けるべきなのかと不安になる方もいらっしゃると思いますが、マヌカハニーは自然食品ですので、妊婦さんが食べても問題ありません。赤ちゃんがマヌカハニーを食べてはいけないのは、消化器官系が未発達だからです。ですので、妊婦の方がマヌカハニーを食べても赤ちゃんに悪影響が出ることはありません。特に抗生物質などを避けなければいけない妊娠中や授乳期にはおすすめですので、お医者さんと相談しながら取り入れていきましょう。
さて、というところで第3章をまとめておきます。ポイント1、1歳未満の乳児は消化器系が未発達なので、蜂蜜や蜂蜜入り飲料、お菓子などの食品を食べさせてはいけない。ポイント2、マヌカハニーは妊婦さんに不足しがちなミネラル、鉄分、カルシウムも多く含まれていて、さらに抗菌殺菌作用もあるため、抗生物質などを避けなければいけない妊娠中、授乳期におすすめである。いかがだったでしょうか。新型コロナウイルスの影響により、優れた健康効果で今注目を集めているマヌカハニー。しかし消費者庁によると、新型コロナウイルスによって根拠のない表示をする商品が増えているといいます。新型コロナウイルス対策にはマヌカハニー、感染予防にマヌカハニー、このように根拠がないのに肥大化された広告が出回ってしまったんです。消費者庁が発表した注意喚起した商品の中にもマヌカハニーが含まれていました。自分も感染するかもしれないという恐怖から、根拠のない商品に手を出してしまう気持ちはわからなくもありません。しかし以前のトイレットペーパーやティッシュペーパーが品薄になるといったような悪質な誤情報に惑わされないようにしたいですね。マヌカハニーの効果についてはまだ検証段階であり、今日ご紹介したメリットも数年後には覆っているかもしれません。日々健康情報にアンテナを向け、知識をアップデートしていきましょう。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。